金丸のベルトを奪いに行くのではない、自分のベルトを取り戻しに行く。金丸を倒したマイケル・モデストを破り、第7代王者になった杉浦隆、下道健太の挑戦を退け、2度の防衛を果たしました。しかし今年1月、重心サンダーライガーに敗れベルト流出。その奪われたベルトを再びノアに取り戻したのが現王者金丸でした。杉浦は言います。自分が取られたベルトを自分で取り戻したかった。今宵その青いベルトを自らのものにできるのか。挑戦者杉浦隆がそのスモークの後ろに見えました。金丸は言います。杉浦は最強の挑戦者。果たしてこのノア所属の選手の中で最強の挑戦者、金丸の王者からベルトを奪うことができるんでありましょうか。2001年10月19日、初代王者だった金丸がゼロワン高岩に敗れ、王座陥落したのがここ横浜文化体育館でした。あれから3年、初代第5代を経て再び返り咲き、第9代王者として再び横浜の地に立ちました。数々の強敵外敵を返り討ちにしたこの3年、金丸は負けない王者となりました。今宵3度目の防衛戦、王者曰く最強の挑戦者杉浦を相手に、ノアジュニア至高の戦いが今始まります。王者金丸リングイン。試合は人事委員会委員長正式試合宣言でございます。長さん、委員会長、この試合は GHC タイトル管理委員会が認定する GHC ジュニアヘビー級選手権試合であることを宣言。2004年12月4日、GHC 管理委員長上平です。続きましてチャンピオンベルトの返還でございます。チャンピオンベルトが今返還されました。独特の緊張感に包まれている横浜文化体育館です。 GHC ジュニアビール選手権試合、60分一本勝負を行います。青コーナー挑戦者215ポンド杉浦隆。ノアジュニア最強の挑戦者杉浦隆。赤コーナーチャンピオン195ポンド金丸義信。ノアジュニア最強を証明してみせる王者金丸義信。第6試合 GHC ジュニアヘビー級選手権、60分の一本勝負。果たしてベルトを持って年を越すのはどちらになるんでしょうか。第9代王者金丸義信が赤コーナー、挑戦者杉浦隆が青コーナーであります。こちらが第9代王者金丸義信、対する最強の挑戦者杉浦隆。ノアジュニア至高の一戦ということになりました。まもなくゴングを迎えます。 GHC ジュニアヘビー級選手権年内最終戦、横浜にその静かな夜に運命のゴングが鳴り響きます。これまで外敵を退けてきた王者金丸、久々にノアの選手となりました。挑戦者杉浦、GHC ジュニアヘビー級選手権60分の一本勝負、今ゴング組み合った。まずは王者が、いや杉浦が返していく。ロープハンド、さあ体を見せていく。ジュニア同士の激しいぶつかり合い、エルボーをかわして金丸が低空のドロップキック。まずは王者が仕掛ける。おっと、オリンピック予選スラムのような形に見えましたが、スピアーは杉浦、そしてブレンバスター、いや返した、切り返していく。
まずは間を取りました。激しい立ち上がりになりました。この放送の解説は桃田光雄さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。桃田さん、まずは激しい立ち上がりになりましたね。そうですね、金丸選手も杉浦選手もですね、過去に何度も対戦してますんで、ね、そういう意味ではやっぱりお互いの要するに力量とかそういうの分かってますんでね。そうですね、やっぱり先制攻撃的に仕掛けが早いですよね。もちろんこの2人は組んでいた時期も長いわけですから。そうですね、その分相手の手の内が分かっていると。分かってますね、十分すぎるぐらい。だからこそここで要するに今までにないようなことをやるとか、今までの攻撃の仕方とパターンを変えるとかね、ここにやっぱりいろいろ考えてはいると思うんですけどね。まあ、この金丸と杉浦なんですが、かなりタイプの違う2人ですよね。そうですね、まあ、あのスピードとあのテクニックの金丸選手、それからパワーとテクニックの杉浦選手っていう感じですよね。まあ、金丸は試合前にこの杉浦のパワーというのはクセモノなんだ、はい、このパワーをいかに利用するかがポイントになりそうだということを語ってくれました。ね、まあ、要するに俗に言う強欲、重欲強を制すという形をうまく使いたいのがやっぱり金丸選手じゃないですかね。そうですね。さあ、まずはこの試合、金丸をその力で抑え込んでいるのが杉浦であります。白のショートタイツが杉浦、頭を反り込んできました。気合の表れとも言えるかもしれません。この金丸と杉浦なんですが、シングルの対戦はこれまでに3回なんですね、はい、ちょっと少ないような感じもするんですが、過去3回で金丸の2勝、引き分けが1回ということで、1回目は2001年の2月10日小田原、これは杉浦がデビューしてまだ2ヶ月の頃でした。これは金丸が、ムーンサルトプレスで10分28秒勝利を収めています。そしてなんと2回目が2002年の7月26日代々木大会で G1 ジュニアのタイトルマッチだったんですね。この時王者が金丸、はい、惜しくも敗れたのが杉浦ということで、第5代王者金丸の初防衛ということになりました。まあ、対戦は少ないですけど、はい、シングルでの対戦は少ないですけど、やっぱりタッグとかそれからシックスのタッグでかなりやっぱり当たったりし、ね、また逆にパートナーでやったりもしてますんでね、はい、まあ、そういう意味ではかなりやっぱりそのお互いの力量っていうのは十分すぎるぐらい分かってると思うんですよ。だから逆に戦いにくいって部分もあるとは思いますけどね。なるほど。シングルマッチちょっとやったことがないというところが驚きなんでしょうが、その2002年のタイトルマッチ以降、その次のシングルマッチというのはなんと2年後の今年9月23日の東西戦で、この時は15分引き分けということになったんですね。まあ、そういうことを考えますと、この杉浦の実力というのが少しずつ金丸に追いついてきた。そうですね、実力っていうか、なんですか、キャリアがだんだんついてきて、そのどうやってそのテクに対して対処していくかっていうのが分かってきたんじゃないですかね。となると今日のこの一戦、金丸と杉浦どちらが勝つかは、いや、想像はつかないですね。想像もつかないですね。まずは序盤、このグラウンドでのテクニック、杉浦はもちろんこのアマレスの経験者でもありますから、はい、グラウンドのテクニック非常に今接戦見物でしたね。やっぱり強いものがありますよね。寝技で言ったらやっぱり杉浦選手パワーもあるし、抱え込んだ時にかなり威力を発揮してくると思いますけどね、はい、さあロープに振って、金丸が飛び越えた、あと打点の高いドロップキック、体を浴びせていくのは杉浦です。だんだんと激しい形になってきた。さあ杉浦がスピア、あっとこれは素早く避けたのは金丸、左肩を鉄柱にしたたかに打ちつけていったのは杉浦隆であります。金丸よく杉浦は最強の挑戦者ということで、まあ、金丸この第9代王者重心サンダーライバーからベルトを奪いまして、同期高道のくと2度の防衛、この外敵ばかりだったんですよね。そうですね、金丸選手自体が杉浦選手の実力を認めてるからこそ、こういうこの選手権が、まあ、成立したんだろうと思いますし、はい、本当にその戦って逆に言うとね、やっつけたい相手の一人っていうことになるんじゃないですかね。そうなんですよね、やはりこの組んでいたこともあったけれども、思いっきり戦いたい相手だということを金丸は言ってたんですよね。そうですね、まあ、自分の力がどこまでついたのかをこの杉浦と戦うことで試してみたい、そんな気持ちもあるのかもしれません。試合時間は5分も経過しました。あっという間に経過しましたね。そうですね、お互いに結構先制攻撃的に仕掛けが早いですからね、はい、5分もあっという間ですね、さあ金丸がこの鉄柵を使って杉浦の左腕を痛めていきます。桃田さん、この、まあ、もちろん外敵と金丸という戦いも非常に、まあ、盛り上がった試合だったんですけれども、はい、このノアのジュニア、ノアの中での戦いどうご覧になりますか。
いやーこれもいろんなパターンの選手がいますんでね、本当にまあいろいろな組み合わせができて面白いと思いますし、あの金丸選手もやっぱり基本的にはもういろんな選手と戦いたいって気持ちはもう十分すぎるぐらい持ってると思いますよね。まあ、ライガー、ローキー、高道のくと日本のプロレス界を代表するジュニアと戦ってきて、はい、そしてこの年末最後のタイトルマッチでノアの中で素晴らしい戦いを見せることができれば、これはまたノアのジュニアの戦いというのはより面白いことを証明できますね。そうですね、まあ、それとやっぱり素晴らしいということがあのファンの皆様にね、見せられることができるんじゃないですかね、はい、さあ場外からリングに戻ってきました。杉浦の左腕にその攻撃の照準を絞りました王者の金丸、ロングタイツ金髪です。金丸由伸173センチ85キロ、キャリア8年の28歳、対する杉浦隆、今体を上に入れ替えました。178センチ95キロ、体が金丸よりわずかに大きいということになります。自衛隊を経てアマレス国体で優勝という輝かしい成績を持っているこの杉浦隆、まあ、キャリア4年という差はありますが、そのテクニック実力の面では引けを取らないと言ってもいいでしょうね。そうですね、それに、要するに足りない分を十分余すぐらいのパワーを彼持ってますからね、はいはい、さあ巻き投げていった上になっているのは王者の金丸であります。しかしまあこの王者の金丸なんですが、このここ横浜文化体育館というのは非常に苦い思い出がある場所でして、2001年3年前になります10月の19日、当時金丸は初代王者だったんですが、その金丸の3度目の防衛戦、ゼロ番の高岩達人に敗れて王座陥落した場所でもあるんですよね。そうですね、はい、まあ、今回の防衛戦を前にですね、あ、丸藤がその戦いを見ています。丸藤もその後ですからね、第4回の GHC の王者になりました。丸藤もやはり来年あたりはこのジュニアのベルトというのを視野に入れてくるでしょうからね。そうですね、ジュニアのシングルっていうものを今は要するにタッグは持ってますけれども、はい、あのシングルのジュニアのベルトを当然狙ってくる、要するに本当に彼 の, あの丸藤選手の場合はね、怪我でどうしても泣いた部分がありますので ね, そうですね、やっぱりその分十分チェックはしてるんじゃないですか、はい、まあ、丸藤は復帰しましてジュニアタッグ、そして秋山が持っていたグローバルハードコアも手にしていますが、はい、やはりそれでもこの青の GHC ジュニアのベルトというのは欲しい一本ということになるんでしょうね。そうですね、欲しい勲章の一つだと思います、それもノアの選手同士が戦っているこのタイトルマッチ、もちろん見逃すわけにはいかないということでしょう。ニュートラルコーナーの鉄柱の近くで最前列でこの試合を見ています。さあ、ブレンバスターの打ち合いということになりました。左が杉浦、右が王者金丸であります。パワーでは杉浦が上だが、やはりおっとトップロープをまたがせるように、さあこの状態で何を見せるんだ杉浦、ハイキック、放送席の前に王者が落ちてきた。さあその王者を金丸が見て、あとプランチャー、杉浦のプランチャー、巨体が降ってきた横浜の夜。杉浦、金丸戻って、なんということでしょうか。この一瞬の隙を杉浦は見逃しませんでした。95キロの杉浦が降ってきましたね。いや、杉浦選手めったにああいう飛びはやらないんですけど、そうですね、これは当然あのチャンプに対するあの隠し玉っていうのね、はい、そういうのはあると思いますよね。いや、金丸としてもまさか杉浦がこのような攻撃に出るとは思っていなかったでしょう。場外カウントが数えられる中、金丸を鉄柵に振ります。杉浦です。王者が苦しい戦いになっている。さあ杉浦がまだリングに戻らない。場外カウントが今10を数えられます。エルボーを放っていく、戻していかない、戻していかない、11まで来ましたが、あ、今ここでようやく杉浦が金丸をリングの上に戻します。まあ、先ほどの話に戻りますが、この高岩に敗れた横浜文化体育館、この防衛戦の前に負けているのが引っかかっているということで、まあ、ここできっちりと防衛して来年高岩と戦いたいというようなことも金丸は喋っていましたね。そうですね、僕もちょこっと聞きましたけどね、はい、当然金丸選手は現チャンピオンとしてね、過去に敗れた選手には、はい、その雪辱っていうのは当然思ってること の, 大きな一つだと思いますよね、で金丸が、まあ、そのいろいろな度にですね言う言葉が、負けない王者になりたいということを言うわけですね。そうですね、その時に負けた過去というのをやはり清算したいという気持ちがあるんでしょうね。いやいや、それは当然ありますね、さあ試合は15分を経過しました。そのためにも金丸は今日この試合で負けるわけにはいきません。
しかし少しずつその杉浦のパワーの前に流れを飲み込まれてきました。杉浦隆、こちらは GHC ジュニアの第7代の王者でした。去年の9月に金丸からベルトを奪ったマイケル・モデストを破りまして、下道健太の挑戦を退け2度の防衛に成功しました。がしかし今年の1月、重心サンダーライガーに敗れ、その王座を陥落したということで、ベルトまで他団体に流出させてしまったという、まあ、苦い過去を持っている王者ではあるんですよね。そうですね。その、そういうのを払拭するためにも過去に負けた選手に絶対勝ってやるって気持ちは持ってると思いますよね。そうですね。一昨年の代々木で負けたその借りを返すべく王者金丸に挑んでいる杉浦です。それもその自分がライガーに取られたベルトをライガーから取り戻したのが金丸ということですから、はい、まあ、やはり自分の手で取り戻したかったという気持ちが強かったということなんですね。いや、それは当然ありますよね、はい、ただその時の、ね、チャンスっていうのがありますんで、うん、毎回毎回挑戦できるわけではありませんので ね、 そういう意味でそのライガーから取り戻せなかった悔しさを今金丸から奪いに行くんではなくて取り戻すという気持ちがあるのかもしれません。ね、さあなんと花道に出てきた。今下をちらりと見たぞ杉浦。まさかその花道の高さを利用してブレーンバスターを打っていくのか。1メートル以上の高さがある金丸も打ち返しに行くぞ。さあこの危険なブレーンバスターの打ち合い、勝敗はどちらになるのか。杉浦が、いやこれを返した、返した返した返した。さあエルボーでもう一度ダメージを与えていく。激しい戦いになってきた。さあ金丸が、あった花道の上、後ろに投げていった。なんということか、この6メートル四方のリング、この2人には狭すぎた。花道を利用して激しい攻撃の打ち合いとなってまいりました。王者としては厳しい戦いになってきました。第9代王者は金丸義信、先に立ち上がったのは杉浦隆であります。今年は総合格闘技にも進出しまして、ジャイアントシルバに勝利するという、まあ、このプロレスラー杉浦隆という名を世に知らしめたという。そうですね、本当に彼は全体にバランスの取れた体をしているので、ね、どういう格闘技にも対応できるだけの、要するに力をつけてきていると思いますよね。はい、もともとはまあヘビーで戦っていて、体重を落として今ジュニアでやっているということで、そういうことですね。そういう意味でもこのノアのジュニアの中で異色の選手と言ってもいいかもしれません。さあ王者を完全に攻めている形になりました。挑戦者の杉浦隆、リベンジすることができるのか。ベルトへの情熱は人一倍強いものがあります。激しい打撃戦の様相を呈してまいりました。やっぱり打撃戦になった場合には体重の重い杉浦選手のやや有利っていう部分もありますよね。戦いになってきました。この金丸なんですが、長期政権を作れないということをよく言われてまして、初代王者の時は防衛回数が2回、第5代の時は3回ということなんですよね。今5回というのがライガーの記録ですから、その5回をどうしても超えたいということを言っているんですが、当然持ってるでしょうね、そういう気持ちをね。今日この杉浦に防衛することがもし成功すれば自己タイ記録の3回ということになります。その意味でも負けられない金丸義信。今ようやく右手がサードロープに届きました。そしてまあこの金丸なんですが、ライガー、ローキー、そして高道の空強敵をマットに沈めた旋回式の垂直落下ブレンバスター、はい、こちらをタッチアウトと命名したということで。そうですね、金丸は高校球児でしたからね。そうですね、山梨学院のピッチャーでしたから、はい、やっぱり高校球児からプロレスに入って、うん、何かその自分の技の中にね、その野球やってた頃の名前が出てくるっていうのはね。そうですね、思い入れがある技の一つだと思いますよね。相手の勢いを止めるという意味でのタッチアウト、はい、果たして今日それを見ることができるんでしょうか。さあしかしスポット DDT で切り返した金丸。このあたりやはり金丸のうまさですね。そうですね、切り返しはやっぱり金丸選手の得意のところですからね。はい、さあお金丸が赤コーナートップに登った。何を見せるのか。この高さからボディープレス、そのままカバーに入るが、カウント2つで返していくのは杉浦隆。これだけ激しい戦いを見せていますが、試合時間15分経過しました。この2人攻撃の手を全く休めませんね、この15分。そうですね、はい、おっとキッチンシンク、杉浦の体が浮いた。さあそして金丸が何を見せるのか。杉浦が後ろから捉えた肩車の状態で丸め込んでいったのは金丸だ。どうだ、カウント2
2つ、カウント2つであります。ラリアットかわしてバックスクールボーイは金丸、カウント切り返して、なんと腕主義だ、腕主義に移行した、なんという流れのある攻撃、まるで総合格闘技の動きを見ているような。早いですね、お互いにやっぱり返しが早いですよね。気を抜けません。それはもちろん金丸、杉浦、そして我々お客さんもみんな気を抜けないという戦いになってますね。目を離せない状況になってますよね。さあスピアーだ、金丸の体を軽々と持ち上げて、こっからタオル落とし、水車落としに持っていってカバーに入ります。カウント、右肩を上げました王者金丸であります。杉浦汗びっしょりになってまいりました。あっと、上げるという一言が上がった。さあこれが執念ズリフト、そのまま投げていく。もう一度離さずに金丸、185キロの体を持ち上げた。カナディアンバックブリーカーの体勢から切り返した金丸がエルボーで、さあブレンバスターに乗っていくという、打ち返した。杉浦が垂直落下、金丸のお株を奪う垂直落下のブレンバスター。いや杉浦持ってきました。いやさすがやっぱりあの力がありますよね杉浦選手、強引に持っていきました。今年はヘルスクラブ、そしてダークエージェントと話題ことかかなかったこの杉浦なんですが、実力をしっかりと伴っている。さあそして満を持してオリンピック予選スラムがあるが、これはなんとかロープに逃れました金丸義信です。この状態でオリンピック予選スラムを食らってしまってはいけません。さあここで急所攻撃、そのスケールで、あ、なんとオリンピック予選スラムを切り返した金丸が今度は返していきました。カウント一つ、いやあそこら辺はやっぱりチャンピオンの意地ですよね、横浜から大きなどよめき。さあそしてニュートラルコーナー、ムーンサイドプレス、左で迎撃は杉浦。さあそしてこれは腕をがっちりと決めている、ムーンサルトを返した杉浦、そのまま腕しぎに移行した。あ、金丸の状態、あっと今度は三角締めですね、この決まり具合どうですか。いやいい形で、もうちょっとこの足が組めると完全に決まっちゃいますよね。なるほど、あった、しかし金丸は目をつぶっている。金丸の上半身から力が抜けてきた、腕一振りから三角締めに移行したが、金丸の上半身から力が抜けてきた、王者の体から力が抜けてきた。さあこのまま締め落としてしまうのか、挑戦者杉浦、王者金丸落ちたか、どうだ金丸、意識はあるか、どうだ、落ちた、カウント3つ入らない。金丸が返していきます。3度目の防衛戦、負けるわけにはいきません。しかし杉浦も負けるわけにはいかない、なんという危険な角度、桃田さん、すごい角度ですね、頭から落ちてますよね。さあどうだ、まだ返す。GHC ジュニアヘビー級選手権、これがノアジュニアの戦いなんです。さあ挑戦者杉浦がオリンピック予選スラム、おっと1回転バックを取った、取り返したら杉浦、急速攻撃でもよくね、あっちを取った、アンクルホールド、アンクルホールド。さあ金丸、ロープにはまだ1メートル以上ある、どうだ金丸、その王者の手が届かない、サードロープが遠ざかっていく、なんとぐるっとひっくり返して回り込んだ。なんという戦いでしょう。桃田さんも言葉を失われてますか。いや本当ですね、本当に目が離せないっていうかね、さあセカンドロープ叩きつけて、なんとそのままファイナルドライバー、ツームストーンですね。いやームーンサルトをがっちりと捉えて、技がどんどん返されてきますね、はい、オセロを見ているように白と黒が逆転していく。ジャーマンスープレックスホールド、それを切り返してもう一度持っていく。さあダブルアーム、何
て決まらないんだという表情。いや全くその通りですね。あんだけいい角度で入ってますから、はい、もうチャンピオンが完全にノックアウトしてもおかしくない状況ですからね。そうですよね。足もふらついてるように見えますか。ニュートラルコーナー据えつけた。流れ式か。杉浦最強の挑戦者が最強のフィニッシュホールドを持ってきたか。まさかまさか流れ式でオリンピック予選スラム。これは危ない。あとバランスを崩した。トップロープからバランスを崩した。大丈夫か。さあ王者もまだ辛うじて意識がある。なんという戦いだ。試合時間は20分を経過してきた。さあ金丸が何かを狙っている。まさかエプロンサイドにディープインパクト。こんなディープインパクト見たことない。桃田さん、はい、中戻って。これはどちらが勝つんでしょう。いやなんとも言いようがないですね。もうお互いに本当にちょっとの隙を狙ってですね、はい、今まで使ってないような技の仕掛け方をしてますんでね、してますね、さあ場外で王者そして挑戦者が倒れている。場外カウントが数えられる。まず体を起こしたのは王者。場外カウントは20まで。今その半分、10が過ぎました。先に立ち上がったのは王者。ディープインパクトを決めた王者が先に立ち上がった。挑戦者はまだ大の字。さあ杉浦隆、第7代の王者でした。自分の腰にそのベルトを取り戻すために、場外カウントが17になる。残り3つ。横浜が大変なことになっている。さあ先に仕掛けるのは王者だ。このゲームを、このイニングを終わらせるのはやはりこの男。垂直落下、垂直落下のブレインバスター。そしてあと終わりは、なんということだ。か返したか。腕しげカウントではない。腕しげ、これはかっちりと決まっている。ロープに足が届くか。王者どうだ。届いた。届きました。もう王者金丸のブレンバスター、試合が決まったかに思われましたが、そうですよね、終わりません。そしてオリンピック予選スラムに持っていく。もう予選という名前はもう惜しいくらいの破壊力をこもったこの技。金丸も必死にこらえます。これを食らってはいけません。しかしあと体を浴びせた。体を浴びせる DDT。 過去3回金丸の2勝1分け。確実にその差が詰まってきたが、王者のその貫禄を見せつけることができるか。ニュートラルコーナートップに上るのは王者金丸。何を見せるか。ディープインパクト。横浜の港に杉浦が沈みません。さあこの後金丸の弧を描いたムーンサルトプレス。雨が降っているが夜空に月は舞いません。そして高校球児、この全ての試合にピリオドを打つ垂直落下。返した。桃田さん、はい、この試合は終わりません。いやどこで決まるか全然わかんないですね。わかりませんね。本当にお互いの意地が本当出て、もう3寸前で切り返してますんでね、はい、いやちょっと待ってください。杉浦コールが起こっていますが、王者金丸がニュートラルコーナートップに杉浦を抑えましたよ。何を見せるのか。流れ式のブレインバスター。ノーマーカーを杉浦が立てるか。ノーは破壊されてしまったか。決まりか。決まらないのか教えてくれ。ここでタッチアウト。全ての試合に終わりを告げた。最強の挑戦者を退け、ついに最強の王者となりました。第9代王者金丸、3度目の防衛に成功。タッチアウトでこの試合にピリオドを打ちました。
桃田さん、はい、とんでもない試合でした。本当にどちらが勝ってもおかしくないっていうかね、はい、まあ本当にチャンピオン、まあ、挑戦者、互いに素晴らしい自分の力を出したと思いますよね。ノアの純也の試合というのはこれだけの素晴らしい試合ができるんですね。そうですね、いやもう本当にどの一瞬もどちらが勝ってもおかしくない状況でしたから、はい、グローバルオナードクラウン、その名に恥じない素晴らしい試合を見せました。25分03秒、その激闘に終わりを告げたのはタッチアウトでした。3度目の防衛に成功いたしました金丸義信選手に、そして今王者と挑戦者が固い固い握手、どんな汗よりも誇らしい、どんな汗よりも輝いている握手を二人でがっちりと交わしました。あ、杉浦、あのタフな杉浦でさえ動くことができません。いやそうですね、チャンピオンでも本当立ってるのが辛いぐらいだろうと思いますよ、はい、勝ちはしましたが決して楽な勝ちではなかったと思います。しかしこの挑戦